2月の朝ということで、この学校は正直寒いですね。今日は真岡の方にやってまいりまして、こちらでございます。ネオサイクリスタ真岡店さん、今日のゲストはこの方です。どうぞ。どうも、森です。ちょっと待ってね。はい、なんすか。確認だけど、はい、今のは一応もしかしてライドセカンドのポーズ？もちろんこの2です。この2 この2です。突っ込みたいところがいっぱいあるんだけど、堀くん、はい、どんなとこですか？新しいほら、はい、ユニフォームじゃん、はい、これかっこいいですよね、うん、2020年シーズン。 そこすごい触れたいんだけど、はい、どうしたの、はい、そのヒゲなん、どうしたのそのヒゲは。アメタカになりたいの。何、やっぱワイルドに目覚めようかなと今年は。やっぱりキャンパーだけにワイルドワンにかけてきて、ワイルドで、ワイルドで1番になる。1番、はい、ワイルドワンです。今考えたね、思いつきで喋るのやめてくれ。ワイルドワンです。ねえ、ごめん前歯になんか詰まってっからね。今日入るのこちらですよ。はい、ネオサイクリスタさん。関石店。関石店関石店じゃねえよ。ライドセカンド、今日これか。ライドオンセカンド。今回お邪魔したのは自転車専門店関石ネオサイクリスタの真岡店です。店内がワンフロア平屋なんで広々と出ますね。すごい広いよね、はい、いろんなジャンルの自転車買いに来ても、はい、同じフロアでねこうやって見ることができるけども、今2月じゃないですか、はい、なんでちょうどこちらご覧ください。通学者、通学者ね、関西だとこういうのなかったんだけど、はい、これ指定ってあるんだね。これすごいですね。僕もびっくりしたんですけど、これネットで見てる人とかはあれなんですけど、多分えっていう人もねいるんじゃないですか、はい、ハンドル形状見てください。ハンドル形状の指定ってすごくない？ハンドル形状ね、何、要はあんまりこう不思議な形のハンドルはダメだよってことでしょ。そうですね、カマキリとかね。カマキリね、鬼ハンとかね。鬼ハン、カマキリ、はい、さ あ, ました、ね、あそこまず一回いじりたくなるところなんですね。こんなんだって乗ってましたね。そうかそうか、だからこんなんだ、それはダメだよっていうことがやっぱ中学校とかだとしっかりさ、はい、決まってて、はい、ですね。こちらがおこうシルバーのなんていうのこれ、ビートいいじゃないですか。自転車のビートですよ、ビートさん。ダンカン、この野郎。チェーンなんですけど、このチェーンが錆びにくい、はい、それは大事だね。学生さんですからね、ガシガシ乗るでしょうし、はい、雨でも。で、お値段がこちら、ドドン、税込みで52,580円。続いて目に飛び込んできたのはアルベルト、ベルト、はい、ベルトドライブ、アルベルトですからね。あ、そのベルトなんだそうですよ、全然気づいた。そうか、アルベルトのベルトってこういうこと か。そうですよ、ベルトですよ。昔のライトって、はい、あのタイヤにここについてたから、あのライトつけると重くなるんですよ。あ、進みが、そう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 、横で、そう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 、横で回ってね、そう、ぐるぐる、こうやってカチカチやってました。そうそう、やってたやってた、はい、それがちゃんとこれはもうオートで、はい、ここでハブについてるから変わらないと、うん、しかもライトもこれ明るいのよね。今のこう通学通勤に特化したこう気遣いがこの中に詰まってるわけです。高級車ですね。だから通学者のフェラーリですね、うん、これは通学者の中のフェラーリ、はい、間違いなく通学者のフェラーリがこの値段で買えるんだったらよくない？いやー、これすごいっすね。自転車はもちろん、アイテムもたくさん揃ってます。ヘルメットからアイウェアからシューズから、まあ、グローブ、はいはい、そして奥にはウェアなんかもね置いてますけども、はい、どうですか、こうウェアなんかはいろいろこだわりもやっぱあるでしょ、選手としては。まあそうですね、うん、まあ、僕らはこの指定のウェアを着なくちゃいけないんですけど、うん、やっぱりね、普通の人はこういろんな色とりどりのウェアが今あるんで、ね、選ぶのもやっぱ楽しみですよ ね、うん、こっちはまたあれですよ、
なんていうんですかね、メカニックな、クロート向けというかね、はい、メカニックなところですね。メカニック部品がレンチはさ、六角とかこの辺はさ、はい、まあ基本じゃん。そうですね、みんな持つでしょ。僕も持ってます、これは。何に使うか分かんないですけどね僕分かってなさい、あなたは。分かんない、あなたは分かってないといけないでしょ。でもね、ここに来ればないものがないってことだよ。あ、ね、何でもできちゃうってことですね。ここに来れば自転車に関してのグッズはもう全部揃ってるから。はい、でここはほら、あの関石さんの中でもさ、もちろんネオサイクリスタってさ、はい、自転車の特化したお店だから、はい、店員さんがみんなその情報が詳しい、うん、特化してるんですね。マニアックみんな、うんうん、ちょっと引くぐらいだから、はい、何聞いても教えてくれるし答えてくれる。モーカ店では数多くの自転車アイテムを揃えております。お客様のご来店をお待ちしております。お待ちしております。さあ、場所をですね、ネオサイクリスタ真岡店から移しまして、こちらはブリッツェンさんの事務所の中にありますトレーニングジムに今来てます。あの今回は今冬場だということで、室内トレーニングを皆さんと一緒に学んでいこうと思うんですけども、あの増田選手もここでね練習をして、こういういろんな機材がありますから、ここでね乗ってるわけですよね。ほら、あ、ま、来て、ちょっと待って、あれ、あ、来たな、俺。あ、マッシー、あー、来た、乗ってるね、これマッシー乗ってるね。今回は固定ローラーを使ったトレーニング方法を教えてもらいます。こうやって乗って練習してる時に、はい、気をつけるべきとこってどういうとこですか。で、まあ、基本的にはこのブラケットを持つことが、うん、あ、まあ大体トレーニングの7割ぐらいはここ。実際走ってる時でもそうですもんね、だいたいそこが多いですよ ね。ここがみんなやっぱ多いですね、うん、そこはもう本当にごめんなさいね、すごい最初の段階から言うと、どういう風に持ってるのが一番確かなの。一番上だね、だいぶ、はい、でここに僕 DI2 なんでスイッチがあるんですよ。でここでギアチェンジできるんで。あら、ちょっとセレブ、はい、その上で押すからちょっと上目なんだ、はい、そうなんですよ、ここで普通の人より、はい、普通のさ、やっぱこっちね、そうですね、で変えるから、はい、もうちょっと低いじゃない、はい、こう根元の方にこう来るというか、はい、でも堀くんの場合は、はい、そこにスイッチがあるから、はい、上目なんだ。そう、上に持つことで若干その何がいいの、手の距離を調整できる、遠くに持つことができたりして、あー、ちょっと はい、より前傾姿勢になれるってことだ。そう、腕は、はい、どれぐらい、自分の中ではどれぐらい、何割ぐらい力入ってるんですか。こう完全に乗っかってんの 10割やとしたら。いや、腕には力入ってないですね。入ってない、はい、感覚的には、うん、あー、乗せてるだけです。そう、いや、すごいね、この体勢で、はい、ここまで前傾姿勢になってて、手はもう添えてるだけみたいな感じ、はい、添えてるだけです。どこに力入ってるの、じゃあこれ、今その段階、その姿勢を保つのに力は逆に入ってないんですよ。あ、手はね、脱力しなきゃいけないんですよ、むしろ。ってことは何、体のどの辺で支えてるわけ、これ。この体幹部分ですね。体幹、はい、体の、もうこの辺ってこと、はい、でも両手外してもいけるってことですか。両手外してもあの、うわー、あ、そこまではいけるんだ、はい、であとはそこに添えてるって感じ。添えてるってだけです。で、より前傾するわけだ。はい、そうですね。これどうやったらいいの、鍛えるのに。やっぱり、まあ、固定ローラーだったら固定されてるじゃないですか、はい、なんで体幹を意識するには、まず、あの右の足外して左手だけで、右手左足はっ、になるクロスした形、クロスした形で、これ片手しか持たない。ある程度深い姿勢が、これで前傾の姿勢でやると、はい、体幹に来る。体幹を意識できますね。はー、あ、確かにこれは固定じゃないと無理よね。はい、で逆もやってみて。堀君的にはこれは何回、何分ずつとかあります。何分ずつ、そうですね、感覚的なところかな。まあ1分2分こうやってやってあげるだけで結構くる、はい、体幹を意識できると思います。重さは初心者だったら軽くていいです。全然軽くていいです。軽くて、はい、
両手で走ってる時普通にあのなんか取ったりするじゃないですか、うん、後ろの後ものを、うん、そういう時にやっぱ一般の人結構ふらついたりしてしまうことするするするよろけたりするじゃないですか、うん、そういうのが多分すごく改善されると思いますね。これで自然なペダリングができると。あ、この体幹トレーニングに僕も挑戦しました。そして逆の手、はい、ついになる。あ、しんどうわ、なんかグラ、うわ、めっちゃグラつく。これは一般の人いきなり道ではできないですね。え、なんでそんな速いのすげえ。軽くしていいんだよ。いや、一番軽いよこれこれでいけへんもん。え、なんで、すげえな、やっぱりプロいや、もうほら違うもん、わかる。やっぱこれが素人とプロの差。あとやっぱね、体がバランス取ろうとするから、はい、ちゃんと体幹に力入りますね。そうですね。堀君どう、これぐらい、もっとこう、もっと背中にボールを入れるような感じで。え、あのここに空間がないと足が上がってこないんですよ。お腹にボールがある感じ、はい、ここに空間を作って、はい、でも前傾、はい、どうすか、これぐらい、もっと、もっと低いの、え、これぐらい、え、まだ嘘、これでもまだな、いや、もう相当きついよ今。いや、これもだからあの動画で撮らんと分かんないね